日本全国から名乗りを上げたベイブレーダーたち、その数4000人以上。このシュートに全てをかける。日本一を決めるステージへ。8人のファイナリストたちが目指すのは日本一の称号、そして世界大会フランス・パリへの切符。さあ、目撃せよ、ニュージェネレーションベイブレーダーの頂点を。準々決勝戦第1試合、ブレーダークレイとブレーダータツヤによる決勝トーナメントのオープニングマッチは、全バトルがスピンフィニッシュで決着する息の詰まる展開。ベイの選択、相手に合わせたシュートパワーの調整など、戦略戦術を総動員する両者。大接戦のファイナルバトルをごく僅差で勝ち抜いたのはブレーダークレイだった。準々決勝戦第2試合、打って変わってこの試合の勝敗を分けたのはアタックタイプのベイ。3ポイント中2ポイントをオーバーフィニッシュで獲得したブレーダーリューゴが勝利。ブレーダーユーゴはウニングバルキリーの破壊力の前に涙を飲んだ。準々決勝戦第3試合、セカンドバトルまでに2対0とリードをするブレーダー宗師。この窮地から一つ一つ地道に追い上げ、ファイナルバトルまで持ち込んだブレーダー樹。最終戦で両者が使うのはスプリガンレクイエム。ドライバーの持久力で上回る樹はモードチェンジの読み合いを制し逆転を果たした。準々決勝戦第4試合、リードした場面ではアタックタイプでバーストを狙うなど大胆不敵なブレーダーハルト。スタミナタイプで確実にポイントを奪うブレーダータクトに対して途中逆転を許すも、当日の最終予選を勝ち上がってきた勢いそのままに見事なバーストフィニッシュで試合を決めた。準決勝戦第1試合、準決勝からは全員が初体験となる新電動スタジアムでのバトル。ベイをガラッと入れ替えてきたブレーダークレイに対し、準々決勝と同じベイを使うブレーダーリューゴ。新電動スタジアムの特性を読み切り見事なストレート勝ちで、ブレーダークレイが決勝戦に駒を進めた。決勝戦第2試合、トーナメントも中盤、ギャラリーの熱も高まる中、ブレーダー樹とブレーダーハルトの一戦。圧倒的優位から追いつかれるという準々決勝とは逆の状況に立たされるブレーダー樹。しかし最後は驚異の攻撃力を誇るウィニングバルキリーでバーストフィニッシュ、決勝戦進出を決めた。第3位決定戦、準決勝で敗れた2人が戦う。パワーやテクニックはもちろん、精神力が大きく影響する第3位決定戦。ブレーダーリューゴはストレート負けを喫したベイのオーダーを見直し、今度はなんとストレート勝ち。雪辱を果たし第3位に入賞した。決勝戦、ここまで勝ち抜いた2人による最終決戦。2人の間の空気が徐々に張り詰める。オクタドライバーの重量とウィニングバルキリーの攻撃力を生かしオーバーフィニッシュ。
ブレーダー樹が先制する。今度はブレーダークレイがウィニングバルキリーとオクタドライバーを使った改造、お返しとばかりにオーバーフィニッシュを決め、勝負を振り出しに戻す。サードバトルではクレイディフェンスタイプ、イツキスタミナタイプでの一戦。タイプ相性ではイツキ有利だが、クレイも準決勝では同じレイでカウンターバーストを決めている。しかしタイプ相性を覆すことはできず、ブレーダーイツキがリードを奪い返す。フォースバトルでは予想外の展開が待っていた。バトル終盤、ぐらつき始めたクレイのアーチャーヘラクレスだったが、その不規則な動きに回転板の力が加わり、起死回生のオーバーフィニッシュを決める。最終試合のファイナルバトルまでもつれ込んだこの決勝トーナメント、2人が最後に勝利を託したベイはウィニングバルキリー、テンガールオメガ。ここでウィニングバルキリー、対してイツキが持ってきたのはアーチャーヘラクレス、セブンジー ET。 どちらが世界大会のチケットゲットするのか、ラストバトル行くぞ、レディーセン。緊張と熱気が最高潮まで高まったその時、歓喜の瞬間は突然訪れた。長い戦いに終止符を打ったのは劇的なバーストフィニッシュ。2人が繰り広げた限界を超えたバトルは、まさにベイブレードバーストの名にふさわしい名勝負となった。最後だな、すごかった本当に。いやもう最高に盛り上がっていい試合でした。もう感動しました。おめでとう、皆さん大きな拍手を。おめでとう、日本一に輝いた証、こちら Z1 ゲスト、ベイブレードバーストの世界大会日本代表決定戦2018、優勝の栄冠はクレイの頭上に輝いた。3 2 1 GO! ベイブレードバーストワールドチャンピオンシップ2018、フランス・パリ。国境を越え、さらなる頂点へ。絶対優勝して世界一になります。戦いは終わらない。